こんにちは、レイセンです。今日は4月24日金曜日になります。絶食740日目、フルータリアン実験は27日目です。天気は晴れですね。現在時刻は正午12時25分ってところです。で、今日もフレッシュジュースでやっていきます。フレッシュジュース、なるべくフレッシュジュースだけでやっていきたいところです。まあそうだね。で、一回みかんを郵便局に受け取りに行くもんで、それでちょっとまあ出る、一回出るってとこです。まあそれだけですね。そしたら、絶食740日目始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。まず甘夏だね。甘夏2個、これ2個で、560g で、スイートスプリング、これ1個だけ大きいんだけど、あとはまあ小さいやつだね。小さいやつで合計で6個、ね、779g。 まあ硬いやつはね、多分中スカスカになってると思うんだよな。もう、まあしゃあないで、合計で 1339g ですね。これで作っていきます。ダメだな、やっぱりすぐ止まっちゃうな。スイートスプリングは、まあ、450ってとこかな。で、甘夏は350かな。うん。800ってとこですね。したら、これ取っていきます。そしたら、今からちょっとみかん、引き取りに行っていきます。今ね、みかんを一人行って郵便局に帰ってきて、でその後ね、買い出し行っちゃった。なんか今日はね、もうほんとストレス溜まってしょうがなかったもんで、ね、きなこ買ってきた。きなこと、あとこれグリーンケールのケールグリーンスムージーだね。安くなってたんで、これ2本。まあ賞味期限も5月1日だな。5月1日ならまだあるか。あとは、これだね、ベリーサラダ、こんなとこだね。きな粉は5袋買ってきちゃった。今日中にまあ取っちゃったらいいし、まあ残っても明日使えばいいかなってとこで、そんなにきな粉欲しいわけでもなかったんだけど、なんかね、すっごくストレス溜まったもんで買っちゃった。したら取っていきます。とりあえずまあきな粉だね、きな粉をまあベリーサラダでペーストにして取っていきます。ベリーサラダ500、これ取っていきます。まあ、全部飲むんじゃなくて、まあ、一部はきな粉に混ぜるけどね。そしたら取っていきます。
夜のフレッシュジュース作ろうと思います。まあ作らない予定だったんだけど、ちょっとなんか、調子がいまいちだもんで取った方がいいかなと思うん で作る、で、甘夏2個で 794g ですね。これとこれで、スイートスプリング5個で 730g、合わせて 1524g ってとこです。したら作っていきます。甘夏は400だな。で、スイートスプリングは450ってところですね。850ですね。したら、これ飲んでいきます。いちごラズベリー、これ取っていきます。まあ、少しはきな粉と混ぜるように使うんで。残ったやつはそのまま飲むけど、したら取っていきます。うどんスープ、これ飲んでいきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、69.5 ですね。血圧測っていきます。116-80です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は6時間ほどとっています。午後8時から8時半までの30分間と、翌日午前2時から4時半までの2時間半と、午前5時半から8時半までの3時間、合わせて6時間っていうところです。ウォーキングとウェイトトレーニングが今日もなしです。日中の室内温度、正午12時頃計測で22度、
湿度は 28% でした、飲んだもの、野菜ジュースが 1330ml、豆乳は0です。で、果物ジュースも0です。果汁、正午12時半頃ですね。甘夏 560g とスイートスプリング 779g、合わせて 1339g でできたのが 800ml。で、これが1回目で、2回目が午後10時頃。甘夏 794g とスイートスプリング 730g、合わせて 1524g でできたのが 850ml。合計が 2863g ですね。で、できたのが 1650ml っていうところです。で、水は 1550ml 取っています。合計が 4530ml。水1550のため、実質は 2980ml です。なので今日は3リッター絶食ですね。まあこれ野菜ジュースが多いんでね、今日ベリーサラダで1パック1リットルプラスイチゴラズベリー330ml、ここがでかいでな。で、塩 13g 取ってます。みかんのカーペーストは今日はなしです。で、香辛料、今日はまあうどんスープにちょっとかけてるんで、まあありってとこです。醤油はなしですね。で、きな粉は 280g。140g 1袋のやつを2袋使ってるんで280。で、スープはうどん1杯ですね。一挙1杯だけ、まあ、ラストに取ってるんで。水に関しては、昨日の残りだね。残りの塩水400と、あとペットボトル1本900のやつを丸々と、あとうどんスープで 250ml 使ってるってところです。まあそんな感じかな今日は。で、尿回数は13回出てて、濃さは平均的な濃さ、あと薄い時とかなり薄い時がありました。朝かな、平均的な濃さの時は。朝は比較的濃いめのが出るんだわ。量は平均的な量でした。大便が今日1回ですね。今日1回出てます。午後7時35分頃、色褐色で、チューブとバナナ状で30センチプラスソフトクリーム状で50ミリぐらいですね。平均的な硬さで、匂いは少しありってところです。で、おなら時々ありで、まあ、おなら自体の1回ごとの体積はね、すごく少ないんだよ。ちょっとだね、本当にちょこっと出るぐらい。だから匂いはね、でもまあ少し臭いね。匂いやっぱちょっと匂いがあるな、少し臭い感じがありますね。で、今日の計測時刻は正午12時頃に計測しています。昨日よりも50分ほど遅いですね。まあ 0.1 キロぐらいその分減ってることになりますね。体重 59.15 キロ、昨日と変化なし。ここね、ここ3日間全く同じなんだよ。ちょっとびっくりなんだけど変わってない。3日間ずっと 59.15 できてんだよね。時間、計測時間はずれてるのにねなんだこれって感じだけど、まあでも昨日と同じ時間に測ってたら 0.1 キロ減るんで 59.05 ってとこですかね。うん、じゃあ 0.1 キロ増えるんだ。 0.1 キロ増えるもんで 59.25 ってとこなんですよね。まあでも50分ぐらいそうは違わないって見方でいいでしょう。で、 BMI は 18.7 で変化なし。体脂肪率は 13.2% でプラス 0.3% の増加です。体脂肪率だけちょっと上がってる。やっぱきな粉だな。きな粉取ると体脂肪率上がる、間違いなく上がるね。で、血圧116-80、最高血圧プラス4、最低血圧マイナス2。まあ血圧はそう変わってないですね。脈拍73でプラス2、ウエスト 69.5 センチで変化なしです。で、今日の気づき。まあ今日の気づきとして、今日はね、本当はきな粉はもうなしでやる予定だったんだけど、どうにもね、ストレスがかなりあって、かなりストレスになってて、いろいろ。この原因はおそらく、乳化剤とpH調整剤、つまり添加物だな、これ。うん、今までやってきて、こんなにね、異常になんか精神的に不安定になるってなかったもんで。で、考えられるのは、まあ、それしかない。添加物しかないんだわ。あれ取ってからだもんね。あれ取ってからだからね。怖いね、添加物。ほんと怖いと思った。だみんながね、割とイライラしてたり、なんか精神的に不安定になってる状態っていうのは、原因添加物じゃないかな。ちょっと添加物疑った方がいいよ。本気で。本気で疑った方がいい。だまあ、鬱の人とかもいるし、なんかやたらイライラしやすい人とかいるよね。まあ、イライラの原因に一番でかいのはタバコだと思うけど、タバコ吸ってる人はね。でも、タバコ吸ってない人でイライラしやすい人っ
イライラやか、なんか不安定な感じっていうか、イライラしやすい人は、添加物疑った方がいい。一回ちょっと添加物をね、排除してみるといい、わかると思う。排除して、で、その後に塩水で、腸内洗浄をやるんだよ。やると、落ち着くと思う。落ち着くと思う。で、その後、しばらくしてから、また添加物の入ったものをね、pH 調整剤とか乳化剤とか、添加物の入ったものをちょっといろいろ取ってみる。そうすると、その変化によくわかると思うし、添加物と、あと、砂糖な。砂糖。砂糖はまあ確実だわ。間違いなくね、確実なんだわ。まあ、この辺だね。この辺よく注意して、見るといいと思います。精神がイライラしやすいときは添加物と砂糖、ここだね、ここ。まあ中毒性のあるものは基本的にイライラさせやすくなるわな。依存性があるもんで、タバコが一番きついんだけど、ニコチンがね。タバコが一番きついんだけど、あと砂糖だね、砂糖類、果糖ブドウ糖液糖とかジュースの中入ってるからそれもそうだし。あとまあおやつ関係に入ってる砂糖だね。塩もね、多分関係してると思う。精製塩とか自然塩とかの塩関係とかもね、関係してる可能性あるけど、一番でかいのはまあまずはタバコだよね、タバコ。それからまあお酒もね、お酒も関係してるかもしれないんだけど、お酒、まあ自分の今までの体験経験からいくと、お酒はね、そう、どうかな。ただ飲みすぎると調子悪くなるけどな、お酒によるかなっていうのもあるんだよね。結構翌朝寝起きがいいとか調子がいいっていうのは割とあったりするもんで、お酒飲んだ時、逆の時もあるけどね、調子悪くなる時もあるけどね。お酒によるんだよな。なんかね、悪酔いするっていうのかな、そういうお酒もあるからね。はっきりしてるのは、まあ、まずタバコは間違いないわな。これはもう誰もが知ってるよね。中毒性ニコチンの怖さっていう。で、タバコ吸ってる人なんか観察するとよくわかる。まあ、みんな知ってると思うわ。タバコ吸ってる人ってやっぱ、変なところで切れるんだよね。変なところで切れたりイライラし、なんかしょっちゅうイライラしてるような感じがあったりとかね。なんで、イライラすると、まあ、すぐタバコまた吸い始めるでしょ。タバコ吸わないとホッとできないっていうかね、落ち着かないっていうか、そういう状態になっちゃうもんで、タバコがまずイライラの原因だわな。で、あとはまあ砂糖なんだよ。砂糖もね、取ってみるとよくわかる。あれもね、こんなにひどくなるんだっていう精神状態がね、イライラしやすくなるよ。怖いぐらいにね。で、まあ砂糖って言っても、砂糖だけじゃなくて、あと米だな、白米だね、白米。白米に関しては甘酒でよくわかる。甘酒は本当怖かったね、危なかったね、あれ。あれも自分で実験するとよくわかるわ。その辺、甘酒とかの、まあ白米だね、白米。白米、砂糖だね、砂糖類。と、あとはまあ添加物、今回で添加物はっきりした。もうこんなに変わるんだっていうね、精神的にすごくひどくなる。で、この原因っていうのが腸内なんだよ、腸の環境なんだよね。やっぱね、腸のなんか状態が少し悪くなるんで、添加物の入った飲み物を取るとね、カゴメのトウモロコシのソイポタージュ、あれだね、あれ添加物入ってるやつ飲むとね、腸の状態が少し悪くなって、お腹の状態がね、重くなって、なんかね、調子悪くなるんだわ。で、それからだね、そっから精神とかね、なんか脳の動きもなんかちょっと悪くなるんだよ。なんかクリアじゃないっていうのかな、頭がクリアじゃないっていうのかな、そんな感じになっちゃうんだわ。添加物は本当怖いからね、やっぱ気をつけた方がいいと思った。まあ普段から1日3食取ってる人は分かんないと思う。鈍感になっちゃってるから。だから絶食するとね、よく分かるんだわ、本当によく分かるんだわ。なんで絶食して自分でね、実験してみるのが一番早い。それが一番早いね、自分でやってみるのが一番だわ。結局やらなきゃ分かんないよ。やってみるのが一番いい、なところですね。まあそんな感じで、
まあ、精神状態ちょっと悪かったんだけど、何の話してたんだっけ。で、まあ、今日はそんなにね、ないんだわ。で、一応ね、まあ、きな粉だね。きな粉を取って、調子がちょっと悪くなったんだよね。今日ね。今日きな粉取って、ちょっと調子が悪くなったんだわ。だからね、やっぱきな粉はね、きな粉っていうか、まあ、多分ね、大豆だな、大豆。で、前にうちの愛犬にも豆腐あげてた頃があったんだけど、ある時から急に豆腐取らなくなったんだよね。あれももしかしたらね、大豆って取りすぎるとダメなんじゃないかなっていう思った。今日ね、取っててね、大豆って取りすぎるとね、なんか調子悪くなるんだわ。で、体が受け付けなくなる。うちの愛犬もこの状態だったかもしれないなと思ったね。大豆は取りすぎに要注意だな。タンパク質取れるからって言って、あんまり毎日ね、たくさん取ってるとまずいなって思った。まあそこだけは認識しといた方がいいかもしれないですね。ちょっと気持ち悪くなって、でも受け付けなくなったでね。まあ、それが分かっただけでも大きな収穫なんだけどね。大豆、きな粉要注意ってところです。まあそんだけかな、今日。まあ、で、今日まあ、1日2回は取ったんだけど、やっぱね、フレッシュジュース取るとね、体が回復するんだわ。だからやっぱ体にはフレッシュジュースいいな。いい、かなりいいと思った。で、まあ今日郵便局行って、で、20キロだな。20キロ、甘夏10キロとスイートスプリング10キロ。まあ引き取りに行って、で、まあ手に入ったもんで。で、まあ明日から、明日から、とにかくフレッシュジュースだけでね、進めていきたいもんで、まあやっていく。ただ一応どうしても欲しくなったら、まあきな粉も取るけど、まあその時は一袋だな、一袋だけにするってとこですね。で、まああとうどんスープも一袋、できれば一袋で収めたい。まあどうしても必要だったら二袋取るけど、あとはまあフレッシュジュースで1日2回だね。なるべく1日2回でこれでもうやれるようにしていくっていうのかな。で、最終的には塩水とフレッシュジュースで 1.75 リッターだね。1.75 リッター絶食。まあ、これでしばらくやっていくっていうのかな。まあ、実験する。フルタリアン実験だね。やっていく。まあ、それで、まあ、体重体脂肪率とか、血圧とか、あと精神状態とか、まあ、脳の状態とか、体の健康状態だわな、具合。まあ、そういったものを見ていこうと思って、まあ、一番大事なのはあれだけどね、若返りだけどね。目的ここだから、若返りだから。若返らないと意味がないっちゅうね。まあそんな感じです。明日はもうフレッシュジュースですね。フレッシュジュースと塩水ね。ここをまあ中心としてやっていきます。そしたら、絶食740日目完了です。それではまた明日。